ジョン・ルイス・パセラは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身の、元プロ野球選手。ウトウミギウチ。1974年、ニューヨーク・メッツにドラフト4巡目で入団。1977年9月15日、21歳の誕生日にメジャーデビュー。その後ヤンキース、ツインズ、オリオールズ、タイガースで、メジャー通算74試合に登板。 4勝10敗、3セーブを記録した。1987年は、タイガース参加 3A でプレーしていたが、シーズン途中の6月26日に巨人に入団。当時メジャーで普及していた SFF を得意級とし、サンチェの不審のため、第三の外国人として獲得された。しかしサンチェは、中継ぎに回り、当番機会を維持、クロマティもシーズンを通し、校長を維持、 さらに自身の試運転となった2軍戦で結果を出せなかったこともあり1軍登録されることなく同年退団した。当時の雑誌記事によれば日本へ来てしばらく時差ボケが治らなかったと言い,い特に夜間の試合には無理があったと考えられている。アメリカに戻り1988年に1年間 3A でプレーし引退。1994年にオハイオ州で 野球スクール、ビッグリーグベースボールスクールを設立し、投資コーチを務めている。ありがとうございます。